オリンピックスタジアム、タワーヘルシンキオリンピックスタジアムは、フィンランドヘルシンキにある、陸上競技場、及び、フィンランド最大のスタジアムである。その名の通り、1952年に開催された、ヘルシンキオリンピックのメインスタジアムだった。一部は、木造の仮建築で増設されたとも言われる。なお、開催を返上した東京に代わる1940年の、 ヘルシンキオリンピックでもメイン競技場として使用する予定だったが、第二次世界大戦のため大会自体が中止に追い込まれた。1983年と2005年の世界陸上競技選手権大会の会場にもなっており、サッカーフィンランド代表の主な試合会場にもなっている。1934年から寄港し、1938年に完成した。 1990年から94年にかけて全面的に近代化され、さらに2005年の世界陸上の直前に改修された。収容人数はヘルシンキオリンピック当時7万人だったが、現在は4万600人収容となっている。スタジアムの傍らには高さ72メートルのタワーがあり、ヘルシンキ市街を一望できる観光スポットとなっている。 http://www.uefa.com/.multi-me-t-i-e-f-i-l-e-s スラッシュダウンロード /.f-i-r-s p d i v スラッシュ efaorg スラッシュパブリケーションズスラッシュ01スラッシュ67スラッシュ03スラッシュ93スラッシュ1670393ダウンロード pdf 新国立競技場問題で揺れる神宮外苑の歴史を建築しやが語るログミーありがとうございます